将棋の八大タイトルの一つ名人の挑戦権をかけここまで順位戦で7勝2敗と首位で並ぶ藤井五冠と広瀬八段のプレーオフが8日午前10時から渋谷区の将棋会館で始まりました2人のこれまでの対戦成績は10勝3敗で藤井五冠が勝ち越しています。名人戦戦は最も古いタイトル戦で 藤井冠がタイトルを獲得すれば40年ぶりに最年少記録の更新となります。